今回は秋保温泉街に来ております。私の仙台で一番好きなお店がオープンしたとのこと。本店が移動してニューオープン。中華そば海地本店さん。鶏めし着腕。あ、店主さんいる。よかった。美味しいと熱い確定。でございます。長いこと待ちました、はい、着丼。はい、お待たせしました。中華の総麺でございます。中華そば A セット鶏めし。いただきます。まずはスープを。心の声が漏れてる。親鶏チャーシュー。ありがとうございます。具材は親鶏チャーシュー、メンマ、ネギ、最強シンプル。本当にここのラーメンはあっさりの中に深さがあります。本当に美味しいものをいただくときは会話はいりません。いつもラーメンだけでしたが、初めて鶏めしもいただきます。
し少なめですが120円って。スープ茶漬けにして、最後はこうして食べようと決めてました。予想通りの味、おいしい。バックインスープ、ごちそうさまでした。いつも最高です。お目当ての品を買いに、秋冬に来たら絶対行くと決めてるお店、彩地さん。大好きな納豆が期間外。早めに行かないと売り切れてしまいますよ。